メカスマが誇る完成品完全変形合体トイブランドからセブンチェンジャーが登場です。驚異の7段変形。今日はこれをじっくり解説します。ウォーターファの秘密基地。ウォーターファの秘密基地。動画をご覧の皆さん、こんにちは、ウォーターファです。来た。というわけで今日紹介するのはこれだ。伝説の勇者ダガーン、メカスマザ合体セブンチェンジャーだ。おー、全国のガンゲロー集結せよ。早速行きましょう。メカスマが誇る完成品完全変形合体トイブランドからセブンチェンジャーが登場です。このセブンチェンジャーは名の通り驚異の7段変形、これを見事な完全変形で再現されています。で、まずパッケージなんだけども、今までの勇者シリーズの箱よりだいぶコンパクトになっていますね。今までは横スタイルだったんだけど、今回は縦になっています。個人的にはこのぐらいの大きさ理想的ですね。これもう言ってしまえば鬼のパタパタ変形ですね。今日はこれをじっくり解説します。開けろ。中は非常にシンプルな構成になっています。ブリスター上段は本体、そして武器で、2段目が手首などのアクセサリーパーツ。付属品が少なくて遊びやすいところがいいですね。わー、これが本体です。でかい。結構ボリュームありますね。さあ、梱包状態から遊んでいきましょう。今回のセブンチェンジャーオタファテクニカルレベル、ズバリ7、まあ、セブンなんでねっていうのもあるし、やっぱりね、工程が多いですね。気をつけなきゃいけないところも一部あったりします。というわけで、まずはロボットモードからいきましょうか。足を開き、ジョイントをしまう。で、足首を出す。これはね、ちょっとこう引っ張るような感じで、中のフレームが伸びて出てきます。これで左右の足の形を整えて、こうですね。で、ここを少し倒す。そしたら腕回り。腕はまずここにちょっと見えないんだけどロックがあります。軽く前方に出すと外れます。そしたらこのまま伸ばす。カチッと言うまで。ここまで伸ばして、クランク移動ですね。これは。肩アーマーが上に来る。反対側も同様。これですね、ロック。で、カチッと言うまでやって、クランク移動で肩を上に上げ、最後はお好みなんだけど首がワンクリック伸びます。これは伸ばすとパースが効いたところだといい感じの角度になるっていう用途で使います。上げてても下げててもどちらでもいいです。これで完成。ロボットモード、いや、これ改めて変形するけど、もうこのままこのロボの状態だけで十分かっこいいっていうね。これが本当に変形するとは信じられないです。ロボットのモードのプロポーションもめっちゃいい。頭部いい顔だな。ちゃんと特徴を捉えています。角の部分は大変シャープに作られています。ゴールドの塗りも綺麗。目はピンクですね。上半身、これまた昔の玩具ではここに大きく隙間が空いていたんだけど、今回のアレンジが非常に効いていて、中にギミックがパンパンです。股間部分のこれは成形色ですね。基本的に塗装の箇所が少ないんで、触りやすいですね。足回りも太ましくていいです。ちなみに材質はほぼプラスチック。合金などは使用されていないんだけど、プラスチックの密度感がすごくあります。付属品も合わせて紹介。チェンジャーシュベルト。メイン武装ですね。これも特徴的なこの造形をちゃんと再現しています。グリップの部分。立体的でいいですね。あとはハンドパーツ。まあ、それらをひとまとめにできるベースなんですよね。武器持ち手と開き手。手に持たせるとこのようになります。もうめっちゃかっこいい。ロボモード、後でじっくり見ていきましょう。ロボットからトレーラーモードに変形。変形工程は説明書を基本としつつ、僕のやりやすいようにやります。まずは胸部パーツを外す。そしたら腕、さっきの状態に戻します。
肩のクランク、そしたら押し込んで、さっき見えなかったんだけど、これが凹凸ですね。ここが噛み合います。正しく奥まで行くとロックがかかります。そしたら拳、これ結構クリアランスギリギリなんで、このように押し込んでカバーを閉じると。反対側も同様。このように拳を入れると。さあ、そしたら今度は頭部ですね。ここを伸ばしている場合は押し込んでください。じゃあ後ろにカバーがあります。このカバーを開けるとロックが外れて、このブロックですね、これが出てきます。息切るまで出したらこれを外に向け、ここにカバーがあります。で、ここもクリアランスギリギリです。反転させて頭を中に入れる。角など鋭利な部分気をつけてください。で、蓋をして、で、この曲がった角度からまっすぐにして、この状態だとまだ保持されてないんですね。ここのカバーを、あ、ごめんね、ここに入れると。凹凸のジョイントがあります。これですね、これで固定されます。さあ、そしたら腕、ここのジョイントを使ってこっち側に持ってきて、で、このカバーをこっちに持ってくると。これ気持ちいい。反対側も同様。これで上半身の変形は完了です。そしたら下半身行きましょう。このカバーは目いっぱい下げる。合体ジョイント、接続ジョイントか、まっすぐにしてくっつけます。そしたら足を収納する前に、このかかとのところを反転するとコロが出てきます。これ先に出しとくとあと楽です。このように出したら、あの出荷状態の時のように足首を縮めて密着させると。細かいんだけどね、中にフレームがあって、これがしっかり曲がりきるまでこういう感じですね、密着させます。さあ、そしたらこの出っ張りが受けになっています。足を縮めることによってこの凹凸が噛み合うと、こうですね。さあ、そしたら今度はこの足横のこのパーツですね。これは、あの、クランクが二重になってるやつで、こういう風に動いていくっていうやつですね。なんとなくわかるかな。こういうやつなんだけど。まずは、とりあえずこれをどかしちゃうんですね。そしたらここにカバーがあって、このカバーを出して、ここでロック。そしてもう一段、ここにあります。これ気持ちいいですね。僕このアレンジ大好きです。色がガラッと変わりました。そしたらこれを普通に戻すとこうなんだけど、ここにちょっとした隙間があるの見えるでしょうか。一つ目のクランクがこうやって動いて、で、さらにもう一つのクランクがあるんですね。なので、まあ、これ回し切るとわかるでしょうか。位置が変わってるんですね。見てください、こっちの方が高くなってますよね。この位置まで持ってくると。反対側も同様。こうやって動かします。で、カバー。ここしっかりロックをかけると、隙間なく、あ、段差なくぴったり組んで、これ覚えておいてください。で、これを、ここに止めて、で、これを元に戻すと。あ、元。クランクを使って、こういうやつですね。ここまで持ってくる。そうすると、このようになります。一旦ここまでを作ってからアクセサリーパーツを取り付けた方が感覚的にはわかりやすいです。
ウィングを起こし、接続ジョイントを出す。こうですね。反対側、ウィングを起こして、接続ジョイント。こう。で、これがどこにつくかというと、ここですね。ここ。左右が入れ替わります。こっち、裏側に来るような感じで、ここの接続ジョイントを噛み合わせると。で、元に戻す。反対側も同様に行えば、変形完了、トレーラーモード。いや、これ見事ですね。昔の玩具ではちょっと切れてたりとかしてたんだけど、ちゃんとした造形のここの部分に、あとはガラッと色が変わりましたね。パネルによる色が変わるところとか、この全体の形を整えていく変形とか、素晴らしいです。テクニカルレベル7とは言ったものの、煩わしい変形じゃないんだよね。ひたすら合わないジョイントとジョイントをこうやるような感じじゃなくて、こうパタパタ変形が気持ちいいタイプですね。いいですね。衣もぴったりと底面に合います。殺そうこもバッチリ。男は黙って殺そうこう。このアングルもすごくいいんだけど、ちょっと上から覗くとこんな感じですね。だいぶボリュームがあります。さあ、そしたら第一形態トレーラー、第二形態戦車形態いきましょう。これもまた僕流でいきます。これを起こして外す。そしたらこのパネルを元に戻す。で、この中に入れて、この位置が、セブンチェンジャーの時に戻ります。こう中のクランクをカクカクさせて、こういう風にやると、位置もう一回チェックすると、ここ高さと位置が違うんだよね。変わっています。反対側も同様、ゆっくりやろうか。一回起こして、で、この子外して、パネルを収納。で、この中ですね。カクカクやりながら、これがずれていくわけですね。で、ここに来ます。さあ、次は足元ですね。ここもね、ちょっと説明が非常に難しいんだけど、まあ、わかりやすく言うと、足首ぐわっと開く。で、中に、なんていうのかな。クランクが二重になってるんですね。一回これをちょっと伸ばしきります。見てください。長さが全然違いますよね。こっちが伸びきっています。伸ばした状態で、ここ反転して、タイヤを元に戻し、で、これをまた同じ戻し方じゃなくて、今、さっき言ったように、二本のヒンジが連なってて、で、曲がってるのね、これは。こっち側は。なんだけど、これは伸ばしたまま、こうやって上に持っていくと。少しだけ位置が違うの分かるでしょうか。こういう風に密着させると説明書に書いてありました。反対側も同様です。ゆっくりやろうか。ここがね、さすがに見えないから説明しづらいんだよね。伸ばす。伸ばしました。タイヤを収納し、で、この伸びきった状態のまま今度は上に持ってくると、こうですね。これが正しい位置になります。で、まあ、ここまで持ってきます。そしたら、今度はここですね。カバー。で、下に下ろす。まあ、ぶっちゃけこれ、このまま一気にやっちゃっても大丈夫です。こう下に下ろして。で、これを、下に下ろすとタンクになります。セブンチェンジャーの位置に持ってくると、ちょうどここの2つの位置がぴったり合います。反対側も同様。こうですね。さあ、そしたら、セブンチェンジャーの、胸部パーツなんだけど、そう、セブンチェンジャーの状態に元に戻す。ジョイントしまって、こうです。で、これを、ここに取り付ける。そしたら、一旦起こし、後ろ。このトレーラーを、の先端部分を、収納、押し込みます。
そしたら、ここはクランク軸でね、曲がるようになっています。曲がったり、伸ばしたり、形状を変えながらロックしていくわけです。セブンチェンジャーの時とこれ同じかな。こういう風になります。さあ、そしたら、最後は仕上げですね。ここの部分を開けると、中から、あ、ここにね、詰めかけがあります。これ使って出すといいでしょう。下ろして、倒し切る。巨大なキャノンが出てきます。ロックも効いてていいですね。このようにすれば、変形完了！タンクモード！戦車形態ですね。これまたガラッとシルエットを変えましたね。細かい変形があったんだけど、基本的に覚えちゃえばそんなに難しくはないですね。ピタッとくるこのクローラーのところとか。いいですね。さすがにこれはね、コロ走行できないですね。ここは薄いパネルになっています。あとはこのキャノンが非常に大きくて存在感があります。これはこのように角度を変えることができるわけですね。さあ次は第4の形態。潜水艦モード。これはね、いわゆる基本形態というのがそもそもあって、ある程度今から戻していきます。戻し変形がしばらく続きます。まあ、ゆっくり行きましょう。キャノン収納。ここは起こしておく。クローラーを畳む。さあ、そしたら、カクカクですね。セブンチェンジャーの形態から最初のトレーラーのとこまで行けばいいわけです。中の、まずはメインのやつをぐるぐる回して、行き切るとこまで行ったら、これを、回せばここに来ます。もう一回 ポジション見てみましょう。位置違いますね。反対側も同様。グッと行き切るとこまで回して、こうです。ここ。そしたら足首なんだけど、車輪を出さずに、さっきのトレーラーの位置まで持ってきます。これは要するに、中の軸伸ばす。で、二つの軸を折り曲げるような、位置まで押し込むと。見てください。位置がちょっと違いますね。まあ、わずかなんだけどね。こういうのがあります。こうですね。整いました。うん。さあ、そしたら、これ外し、これを上に持ち上げるというやつですね。反対側も同様。さあ、そしたら、このカバーを出したいと。なので、これ上げて、さっきのトレーラーの工程と同様です。で、元に戻す。反対側も同様。一見すると工程多いんだけど、まあ、単純に戻ってるだけです。ほぼ戻ってます。で、あとは最後に、このトレーラーの部分ですね。ここ。で、ここを曲げて、ロックして。これが基本形態なんです。説明書ではここから、だから何モード、何モードっていうのは書いてあるんだけど、一旦ね、ある程度のモードはここに戻ってきます。うん。けど、省略せずにやります。まずは裏返す。そしたらさっき取り付けたこのカバーですね。これを起こす。この時点では曲がってます。まっすぐにする。で、この先端部分を回すと、ここから機首が出てきます。で、まっすぐの状態。これで倒す。すると隙間が空いてますね。ここを戻して密着させると。こういう風になります。さあ、そしたら、このままだと、わかるでしょうか？ちょっと斜めになるんだよね。この位置を整えるための、この隙間を埋める、なんていうか、ギア、ランディングギアみたいなのが出てくる。ここに詰めかけがあるんで、ぐっと出してあげる。これゲーコマですね。反対側も。最初ね、すごい硬かったんで。あ、出てきた。これですね。うん。これやってあげるとピタッとフラットに立ちます。さあ、そしたら、ここの部分をプッシュ。
押してあげるとテコの原理でちょっと出てきます。この潜水艦のあれですね。でこれ回す。よーく見るとね、ここに爪が入るところがあるんで、ここでこういう風にしてあげるとちっちゃい羽が出てきます。まあ羽じゃないけど、このように調整してください。さあそしたら、この足首ですね、ここに爪掛けがあります。ちっちゃいウィングを出すんですね。これをこういう風にグッと押してあげると出てきます。息切るとクリックがあります。これ気持ちいい。さあそしたら最後はこれ、さっきの戦車形態というかロボットの時と同じです。この状態のまま今回使用するのはこの2つの丸ピンですね。この丸ピンの受けがここにあって、あとはガイドもあります。こうですね、このように取り付ければ変形完了。潜水艦モード、おお、これもまたガラッとフォルムを変えました。劇中ではこれでいわゆるサブマリン的なことをしたことはあまりなかったけど、あのいわゆる星の海をこれで渡ってましたね。宇宙をこれで飛んでましたね。個人的にはここがすごく好きですね。あとちっちゃい小羽も位置がクリックでピタッと止まるところとか、機種のところもいい感じです。これも当然ながらコロ走行できないですね。この位置合わせのこれがちょっと出てくるところがポイントですね。潜水艦モードはこんな感じ。さあ次は第4の形態、ジェット機モード。これ外す。この部分を元に戻す。さあそしたらここをカクカクさせます。理由はこの横のウィングを出したいからですね。これが邪魔だからどかす。なのでこれはある程度気にせずこういう形にしちゃえば OK。 ここに指とクリアランスが確保できれば OK。 ウィングを起こしきったらまた元に戻す。このトレーラーの位置ですね、反対側も同様こういう感じですね。これを出して元に戻すと、こうで、ここまで来たらウィングを再び開くというわけですね。さあそしたら胸部プレート、これをトレーラーの時のように反転してジョイントを出す。こう反対側も出して、今回はここを使います。でここにウィング、これを起こしたらこことここですね、結構硬かったんでしっかり気をつけながら取り付けるといいでしょう。で片側もう一気にいっちゃいます。倒しスライド、これめっちゃ気持ちいい。でパネルが出てきてこうなると、一気にシルエットが変わるやつですね。このようになります。さあそしたら最後はラストスパート、機種もう一段さらにここ折りたたまれてます。これをこのように出すと、厳密に言うとねこれはこういう風に畳まれてましたが、さっきみたいに出すと楽です。凹凸をここで噛み合わせると、こうこのようにすれば変形完了。ジェット機モード、これ素晴らしいな。劇中だともうちょっといわゆるジェット機らしいジェット機なんだけど、でもこれだけの多段変形でまとめ方が見事だよね。ここのギミック面白いなと思いました。よく考えられてます。こういうウィングが出てくるところとか、足首周りはやばいですね。このランディングギア、ウィングが2つとか、ギミックパンパンです。全体的に見て非常にいいシルエットです。さあそしたら残すところ動物形態2つですね。まずはグリフォン行きましょう。変形、個人的にはこれが一番変形工程こっからは多いなと感じました。まずは
この胸部のアーマー外す。外すとき気をつけてください。そしたら、この展開していたこのジョイントですね。これしまう。そして、ウィング倒す。この倒すやつはトレーラーとグリフォンだけって覚えとくといいかもしれないですね。何か特徴付けながらやりましょう。まあ、いかんせん7形態あるからね。で、これ倒しておくと。さあ、ここからです。まずは、グリフォンなので機種はないよなっていうのがわかるんで、こういうね、わかりそうなところから、自分なりに組み立ててあげるといいかなと思います。機種を、さっきの手順の逆でしまえばいいわけですね。押し込んで、カバーで留めておくと。さあ、そしたら、今度はこの羽はいらないなっていうのがわかると思います。なので、このように、どかして、しまっちゃいます。さあ、次に、これはいらないなっていうのがわかるかと思います。ランディングギア。これしまっちゃいます。そして、この乗り物の側面もいらないよな、みたいな感じで、その出来上がった姿をイメージしながらやるといいです。んで、これここだよな、っていうことですね。反対側も同様。そうすると、こうなるかな。さあ、そしたら続きいきましょう。腕。これ倒して、下に下ろしておく。これが後ろ足ですね。だんだん、なんとなくこう、イメージできたかなと思います。で、これらも、2種類しかないんだよね。このトレーラーだった部分と、で、あとセブンチェンジャーの時の位置っていうのが基本的には、あるんだよね。で、これはいわゆるトレーラーの部分なんで、まあ、さっきと同じ位置、この中の話ですね。で、これでこのまま倒してあげてください。反対も、ちょっと一回これで形整えようか。こういう風になります。さあ、そしたら、あ、これですね、これ。これもお腹の中に入れちゃいます。少しずつ形を作っていくといいです。で、ここですね。ここにカバーがあって、これで、前足が出てくると。あ、ごめん。ちょっと細かいんだけど、こうなりますね。こう。反対側も同様。ここ前後間違えてます。が、まあ、で、終わり良ければ全て良しで。こうなり。だ、ポイントはこの後ろの、ここの定位置さえ合ってれば大丈夫です。こういう感じですね。ちょっと斜めにしてあげるといいでしょう。大体でいいです。さあ、そしたら、後ろ足。後ろ足は、このクローラーの中に入っています。詰めかけが、ここにあるんで、引っかかるようになっています。で、ここ。ここ、可動軸があります。しっかり伸ばして調整してあげるといいでしょう。ていうか、この、やっぱ設計したミスター・デンさん、やばいな。もうよくこんなの思いつくよなーっていうのの連続、すごいなーって思います。どうでしょう、だいぶ形が見えてきました。さあ、そしたらここまで来たら外付けのパーツをつけちゃいましょう。後ろ足に2つの穴、こっちにも凸がありますよね。丸凸。反対も同様。さあ、ラストスパートですね。ここに詰めかけがあります。これで出せばグリフォンの頭部。これすごいよな。で、さらに口も稼働します。あとはここにミサイルハッチがあって、下ろして、で、このパネルが中に入ります。これもすごい。反対側も同様。こう。で、あとは最後にウィング。このように
開けば、変形完了、グリフォン。これすごいですね。さっきのジェット機からガラッと、これまた姿を変えました。個人的にすごいなと思ったのは、この頭部で、薄さこれしかないんだよね。どうなってるかというと、これ足の分割。それぞれの薄いパネルが、グリフォンの頭部を形成しています。しっかり大きくて、ちゃんとグリフォンの頭部に見えて、これすごい。あとはミサイルのハッチ。これ開くだけじゃなくて、このハッチが奥に押し込まれるっていうところ。こういうギミックも素晴らしいですね。ウィング。角度が変わっています。それから後ろ。後ろ足、この胸部パーツなくても十分かっこいいんだけど、一応設定的にも、ここに取り付ける指示があるんだよね。わあ、すごいね。ちゃんと前足、後ろ足の獣感も出てるし、これ好きだな。グリフォンモードはこんな感じですね。さあ、そしたら第6の形態、ジャガーですね。変形。まずは、口。閉じる。で、反転して、中に入れる。そしたら、ウィングを中に入れる。ミサイルハッチを閉じ、そしたらウィング、これを畳みます。こっちの角度に持ってきて下げて、こことここでロック。 このパッタパタめっちゃ気持ちいいな。こうなると、そしたら、このアイデア面白いなと思ったんだけど、ひっくり返して、前足が後ろになり、後ろ足が前足になるというアレンジになってるんです。こういうことですね。さあ、ここでプロポーションの調整が入るんだけど、何度か言っているこの中なんだけど、今は、どっちかにあるかといったら、こっちにあるんですね。これをね、真ん中に持ってきたいんですね。ただこれ見えないんで、感覚になっちゃうんだけど、こういう感じです。感覚で。もう一回やってみようか。今ここにあるんだけど。まあ大体こんぐらいだなっていうことですね。高さが少し変わるんだよね。こう。そうすると、いい感じに立ちます。こうかな。さあ、そしたら、これを外し、で、これはウィングを下げると。で、これがここに来る。さあ、そして最後。ここで初めて登場、グリフォンの頭部。これを、このように出せば、変形完了！第6の形態、ジャガーモード。ああ、これ面白いね。前後ろをひっくり返し、前足後ろがこう前後にシャッフルするっていう。これなかなかいいアイデアですね。そしてちゃんとジャガーに見えるっていうところがすごい。この特徴的なジャガーヘッドはこういう風になってますね。口の開閉も自由だし、このように角度をつけることもできます。首の根元で動かすこともできます。かっこいい。全体の バランスもすごくいい。一個アドバイスすると、もうここまで変形させると、この真ん中で、中で見えなくなる、奥のこの子。この子の感覚がだんだん手で、わかるようになってくるんですよ。そうするとね、だいたい真ん中ら辺にいるなっていうのがわかるんで、ちょっとアバウトな説明だったけど、手にした人はなんとなくわかるんじゃないかなと思います。あとさっきのグリフォンも、今回のジャガーも同様に、前足、後ろ足は、ちゃんとクリックで全部細かく稼働します。まあ、いろいろポーズつけてあげるといいかもしれないですね。ジャガーモードは、こんな感じ。さあ、そして最後は、最後の形態ですね。セブンチェンジャー。これで一周します。こっから変形させましょう。ジャガーヘッド元に戻し、取る。まあなんだったら今これつけてもいいですね。
向きを反転させる。で、足を収納。ちゃんと中に入ります。細かい部分後にしましょうか。まずは足を収納しよう。ここまでの変形見ていただいてどうだったでしょうか。僕、省略せずに全部細かいところまでお見せしました。ってやると結構なボリュームがあるんだけど、さっきのその基本形態、あれから基準に考えれば、実はそんなにそれぞれの変形って多くないんだよね。いわゆる僕の言葉で言う途中まで戻し変形があるって感じですね。こう。で、ちょっと起こそうか。何回も変形させてるだけあって、だいぶ見えてきましたね。さあ、そしたら、これですね。これの最後のおさらいなんだけどさ。ここからは見えるかな。これですね。これ。こういうやつ。これのセブンチェンジャーは、定位置が、これで言うと、こっちに行きたいのかな。これもそう。こういう感じですね。このクリック自体はかなりがっちりしてるんで、今僕が触ってるようにいじっても全く問題ないですね。そしたら足伸ばして、このね、足の伸縮も結構硬かったですね。何回か変形させて、その硬さになれるって感じかな。で、足首は割とそのロボの時はどういう感じでもいいんだけど、この中のその軸、これをしっかり引っ張ってあげると、この左右のロールが効くんですよね。なので引っ張り出してあげるといいかも。こんぐらいかな。で、ジョイントを収納し、ちょっと待ってね。で、冒頭のやつですね。これをしっかり伸ばして、肩出して、って考えると変形工程多いよな。今日ずっと変形させてる気がするんだけどさ。でも楽しいな。煩わしいところが全然ないんで楽しいですね。触り心地とか分かっていただけたでしょうか。黙々とやる系の変形です。さあ、ここまで来たら、ラストスパートですね。カバー外して一回これ出す。で、斜めにし、ここにカバーがあるのか。この頭部の中って角含めるとクリアランスギリギリなんだよね。ゆっくり気をつけつつ出してあげるといいでしょう。で、下ろしてカバーで閉じて、あとは足など各部調整すれば変形完了。ロボットボートだ。いやー、一周してきたね。すごいギミックでした。で、あれらのギミックを見た後にもう一回この全体のプロポーションを見ると、あ、この中に足が入ってたよなとか、クローラーの反転ギミックがあったり、足を収納してたり、足首にミサイルハッチ、コロ、ウィング、ランディングギア、めちゃくちゃ詰まってんなっていうのがね、わかるかと思いますね。でかいウィングとかね、背中の部分にトレーラーと、さらに機種が入ってたりとか、全身ギミックがびっしりですね。あとこれね、これ、ジャガー、じゃなくて、グリフォンの頭。よく考えたな、これ。近くで見ていきつつ、可動範囲もちょっと紹介しますね。頭部。いじるときは装飾に気をつけたい。ボールジョイントです。基本的によく動く。引き出し関節。これにより、さらに大きく動くし、まあ、パースを効いた角度から見ても、しっかり頭が、まあ、見えると。この辺お好みです。それから、腕。ここら辺がちょっと干渉するんで、このウィングを上げてあげてもいいですね。上げないと、まあ、自由度が狭まるかなという感じです。基本的にクリックが多用されていて、触ってて気持ちいい。保持力も十分あります。保持力で言うとね、手首のボールが
ちょっとだけ緩かったかな。握り拳だけちょっと緩いんだよね。あ、で、これ、切りかけが入ってて、この拳を内側に寄せることもできるんだよね。これ嬉しい。他にも、なんと腰も動く。あれだけのギミックを詰め込みながら、腰もちゃんと動くっていうのがすごいよね。サイドスカート、リアスカート。そしてフロントは、ここの造形で当たっちゃうんだよね。なので、少し横にずらしてから、こうやって持ち上げるという方式になってます。足も安定感のあるクリック。よく動きます。もちろん、横にも開く。保持力も十分あります。それから膝は二重関節、大きく動きます。このクリックが気持ちいいね。あとは足首は引き出したら引き出した分だけ自由度が高まるという感じですね。上下左右。じゃん。剣持たせて、ちょっとかっこいいポーズ取らせました。やべえ、これ変形するんだもんな。本当に頭の中バグりますね。いいな。ちなみにセブンチェンジャーって、この形態が多いだけあって、攻撃と武器が意外とね、多かったりするロボットなんだよね。まあ、今回はこの剣一本なんだけど、これでも十分映えますね。あのクローラーがね、こう剣みたいになってるやつとかね。スカイセーバー。頭が。大きく動かしてアクション。基本的に、ザ合体の勇者シリーズの今までの中でも、これかなり動く方ですね。これだけギミック盛り込んでるのに、動く方です。ちなみに、さっき変形で使ったここの可動軸ですね。これで腕をこういう角度にすることもできます。何気にね、頭部の引き出しギミックがかなり効いてて、これ引き出さなかったら顔見えなくなるんだけど、ちょうどいいところに配置されるんだよね。じゃん！ちょっと見てください。腕組みできるんだよね。驚異の可動範囲。さっきのここの引き出し関節が効いてますね。うわぁ、これ見ると、やっぱ劇中のセブンチェンジャーの声めっちゃ聞こえてくんなぁ。セブンチェンジャーとかヤンチャーの声。BGM とともにね。でん、でででで、でででで。ちなみにセブンチェンジャーの声は、小安武人さん。そうです。ビーストウォーズのコンボイの声でおなじみです。小安さんの声が聞こえてきますね。セブンチェンジャーは劇中、まあ、壮絶な最後を迎えるわけなんだけど、こういう膝立ちのポーズとかね、こういうのも取らせることができます。総じて稼働申し分なしですね。めっちゃかっこいいポーズがバシバシ決まります。武装やアクションなどはこんな感じ。さあ、そしたら最後は大きさ比較いきましょう。今回のセブンチェンジャー、頭の高さで 25.5 とのことですね。自分が実際測ったらもうちょっとでかいような感じですね。約26センチぐらいはありますね。デラックストイとして十分な大きさがあります。さあ、ザ合体のダガーンですね。おー、大きさが全然違います。さあ、そしたら、合体完了！ダガーン X！おー、こう見ても、やっぱりセブンチェンジャーがちょっとだけでかい。劇中の対比に近いですね。少しセブンチェンジャーが大きいところがいいですね。このままガオンとも比較。やはりセブンチェンジャーの方がちょっとだけでかいです。じゃん。グレートダガーン GX。お、なるほど。ここに来ると、グレートダガーン GX の方がでかくなります。実にいいバランス。あとは唐突にトランスフォーマー並べたくなりましたね。デスザラス。ああ、こう見るとデスザラスの方がでかいわ。あ、っていうかいい差だな。いいサイズ感です。さあ、そしたら最後はこれですよ。放映当時のデラックスですね。セブンチェンジャー。いやー、すげー感慨深いなー。そうだね。やっぱ全然違うとしか言いようがない。今回のザ合体は、もう理屈抜きに素晴らしいですね。違うんだよ、母ちゃん。一通りの遊び方は、こんな感じ。というわけで今回のメカスマザ合体、セブンチェンジャーのレビューいかがだったでしょうか？いやー、感無量だよ。やっぱこんなにかっこいいセブンチェンジャー見たらね、やっぱ成仏するわ。
俺の体が成仏していく。うん、本当に、なんかもう本当に夢のような、夢見心地でしたね。大満足です。さっきダガンをチラッと触って、なんかこう言うとすごく生意気に聞こえるかもしれないんだけど、まああくまでユーザー目線で見ると、なんかやっぱメカスマ、ザ合体のクオリティ一個一個すごく上がってるなーという風に感じました。この変形ギミックすごかったね。もうこの限界に挑戦したかのような多段変形。小さなパーツの中にいくつもの機能が入っていたりとか、見事な処理により綺麗な7段変形でしたね。工程自体は多そうに見えたんだけど、さっきレビュー中紹介した基本形態、あれに戻っていくような感じの変形も結構多かったりするんで、その辺を取っ払うと割とシンプルな変形なんですよね。僕は今回の動画に、挑む前に、4回か5回ぐらい往復してるんだけど、もうそれで十分変形工程覚えちゃいました。遊んでて楽しいですね。これはなんかフィギュアって俺言いたくないね。でももう玩具だよね。これぞ玩具って感じ。大人の玩具っていう感じで。まあ作品を知ってる人も知らない人も、そんなにね、このロボットに対して思い入れがない人でも、なんかこういうロボット玩具が好きだっていう人にぜひ手に取ってもらいたいですね。これは変形のさせごたえがあって楽しいし、かっこいいし、ポーズもバッチリ決まるし、付属品もかなりシンプル。これはおすすめです。そうだね。今後、ランドバイソンとか、スカイセイバーとかの発売もすごい楽しみです。まだまだ、このダガンシリーズも続くということで、個人的には、すごい楽しみにしてます。メカスマ、それからね、このセブンチェンジャーに携わったすべての人に、本当にどうもありがとう。大満足です。今回の動画、面白かったな、楽しかった、参考になったという方、チャンネル登録と、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あとはどんなことでも結構です。おー、タファー、いや、作品全然知らないけど見ててかっこよかったよとか、あ、この変形味わってみたいなとか、あ、僕はダガンの直撃世代だよとかね、あ、昔のあの玩具持ってたよとかね、セブンチェンジャーにすごく思い入れがあるとかね、などなど、どんなことでも結構です。あなたからのコメントを待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたほでした。待ってねー。玩具屋の刺客さよ、ミッションを繰り出せよ。変形合体憧れてた夢のトランスフォーム、 What the fuck の君チキンチー。